どうせなら。中央構造線の路頭に来ています。中央構造線の路頭で出会いました。綺麗な人たちです。ちょっと待ってな。じゃあ緑の人から、どこから来ましたか？北斗市です。北斗市から。ご苦労様です。はい、どうぞ。私は富士見町から来ました。ありがとうございます。はい、どうぞ。私は茅野市から来ました。はい、遠くから。はい、花村です。あ、ありがとうございます。中央構造線を追ってここまで来ました。ありがとうございます。はい、二戸路頭の次にここに来ました。今日はどこへ、もう帰るんですか？いやいや、まだこれから下村。そう、メインの博物館。あ、石博物館ね。あの、1時間1500円で、予約がいるかな？説明してくれますけど、予約してないと、予約してないと説明してくれないかもしれないけどね。予約はしないと思います。うん。よかったら。はい。日当たりばったりで楽しんでます。はい。はい。それじゃあ。
井峠です。152を右に行けば長谷、左に行けば県道49号線駒ヶ根へ出ます。ここで止めましょう。中央構造線の路頭で出会いました綺麗な人たちです。ちょっと待ってな。じゃあ緑の人からどこから来ましたか？北斗市です。北斗市から。ご苦労様です。はい、どうぞ。私は富士見町から来ました。ありがとうございます。はい、どうぞ。私は篠市から来ました。はい、遠くから。はい、花村です。あ、ありがとうございます。中央構造線を追ってここまで来ました。ありがとうございます。はい、磯崎路の次にここに来ました。今日はどこへ？もう帰るんですか？いやまだこれから。吉田村。そう、メインの構造線。石博物館ね。1時間1500円で予約がいるかな。説明してくれますけど、予約してないと、予約してないと説明してくれないかもしれないけどね。予約はしないと思います。よかったら。はい。手当たりばったりで楽しんでます。はい。はい。それじゃあ。どうせなら。
どうせなら。中央構造線の路頭に来ています。中央構造線の路頭で出会いました。綺麗な人たちです。ちょっと待ってな。じゃあ緑の人からどこから来ましたか？北斗市です。北斗市から。ご苦労様です。はい、どうぞ。私は富士見町から来ました。ありがとうございます。はい、どうぞ。私は篠市から来ました。はい、遠くから。はい、花村です。あ、ありがとうございます。中央構造線を追ってここまで来ました。ありがとうございます。はい、糸口路頭の次にここに来ました。今日はどこへ、もう帰るんですか？いやいや、まだこれから。吉田村、そう、メインの博物館。石博物館ね。1時間1500円で予約がいるかな。説明してくれますけど、予約してないと、予約してないと説明してくれないかもしれないけどね。予約はしないと思います。よかったら。はい、当たりばったりで楽しんでます。はい。はい、それじゃあ。
群縫峠です。152を右に行けば長谷、左に行けば県道49号線駒ヶ根へ出ます。ここで止めましょう。